はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日はですね、お肉料理でございます。というのも、先日ね、あのイノブタカレーをいただいたセーフティーファームさんからね、また新たにね、イノブタのお肉をいただきました。で、今回はね、まずイノブタのミンチ肉、こちらを2キロと肩ロース、これを1キロ、バラ肉をね、1キロですね、を今回いただきましたので、この3種類調理を変えながらいろいろとね、楽しんで食べていこうと思います。とは言っても、ちょっとね、種類が多くて仕込みがね、時間かかりそうなんで、今日作る分と明日作る分、実際のね、実食は明日になっちゃうんですけれども、頑張って作ろうかと思います。はい、で、今日仕込んでいくのがこちらの肩ロースですね。こちらのお肉は2ブロックありますんで、低温チャーシューを作っていきたいと思います。まずチャーシューのタレ作りですね。最初に白ワインとこちらの白醤油、みりん、白だしと、それとここに昆布、干し椎茸を、かつお節と、これでフライパンに火をかけてアルコールをすべて飛ばしていきたいと思います。沸く前に昆布だけ取り除いちゃいたいと思います。よいしょ。アルコールが飛んだら弱火にして、ちょっとね、出汁が出るように煮詰めていきたいと思います。そしたらもうだいぶ煮詰まってきたので、こちらに、よいしょ、こちらで1つ目の漬けダレは完成でございます。そしたら2つ目の漬けダレですね。まずはお水とお醤油、みりんとお酒、化学調味料とお砂糖を少々、チューブニンニクとおソースを、で、これで火にかけて一旦ね、沸かせていきたいと思います。一煮立ちさせたら OK ですね。これでソース2種の完成でございます。で、こちらにお肉を入れてと、で、ここに低温調理器を入れていきますと、はい、スタートと。はい、OK でございますと。低温調理したお肉、こんな感じでございます。こちらのお肉を粗熱を取ってからね、冷蔵庫に入れて一晩寝かしていきたいと思います。残りのバラ肉とミンチに関してはね、明日調理していきたいと思います。はい、ということで本日は2日目でございます。まずはね、こちらのバラ肉を使って角煮を作っていきたいと思います。じゃあここにゆで卵を、その間にこちらのね、角煮用のお肉を準備していきたいと思います。はい、OK。 で、こちらのね、お肉に焼き目をつけていきたいと思います。まずはこのまま強火で、こんな感じで今表面に焼き目を入れ終わりましたんで、煮込むね、角煮のタレの準備をしていきたいと思います。まずお水を入れて、こちらのお醤油と料理酒、お砂糖と、これタレを温めてる間にね、豚肉の他に入れる食材の準備をしたいと思います。ネギの青い部分と生姜ですね。イノブタ肉のバラを入れて、ここにネギと生姜を強い方の圧力をかけて20分ほど煮込んでいきたいと思います。今ね、圧をかけている間にこちらのミンチ肉ですね、を使ってハンバーグの種を作っていきたいと思います。玉ねぎを1個みじん切りに、よいしょ、よいしょ、今日はね、あのでっかいハンバーグを作るんで、フライパンでね、直接種をこねちゃいたいと思います。塩とよくね、混ぜていきます。あ、やべ、解凍しきれてないわ、これ。今一旦やることが終わりましたんで、こちらをいただいていきたいと思います。
今隔離の圧が抜けましたんで、先ほど作ったゆで卵を投入いたしましてと、再度火をかけて煮詰めていきたいと思いますと。はい。で、合わせてこちらのハンバーグをね、焼いていきたいと思います。よいしょ。弱火で火をかけて蓋をして蒸し焼きにしたいと思います。はい、そしたら今ね、こんな感じでだいぶ火が通りまして、今回ね、盛り付ける用のお皿にひっくり返そう。よいしょ。いい感じ、めっちゃいい感じ。なんで、あっつあっつ。これをまた戻して、はいと、やばい、ちょっと崩れた。こっち面も蒸し焼きにしていきます。そしたらハンバーグいい感じに出来上がりました。準備した料理すべて終わりましたんで、盛り付けをして向こうで食べていこうと思います。はい、ということで今料理を盛り付け終わりまして、こちらの部屋に移動してきました。で、これがね、ハンバーグの低温チャーシューか、こっちが白醤油の味付けに、こっちが濃口醤油の味付けとなっております。で、これが角煮でございますね。いや、めっちゃうまそうなんだけど早速ね、いただいていきたいと思います。いただきます。ちょっとまずハンバーグから、これ2キロ、2キロハンバーグ、いや、うわ、崩れる。ちょっと断面が見せらんないけど食べちゃいます。うん、うん、まっ。やっぱり全然臭みないわ。うん、今回はね、あの臭み取りの処理とか、まあ、牛乳も入れてないから、それでもね、全然臭くない。うん、いわゆるその豚臭さっていうのはもう皆無ですね。うん、うまっ。あっこい。そしたらこのちょっとチャーシューを、これがね、白醤油の方か。まあ、ちょっとこっちも、黒醤油の方。かなりね、切り方も厚切りで、まあ、部位も肩ロースなんで、ちょっと肉らしいこのグッとした弾力はあるんだけど、油が甘いんだよね。うん、で、今回あのちょっと火が入っちゃうからと思って温めずに常温ぐらいにしてあるんだけど、それでもね、十分油が溶けるの。普通のお肉みたいに、まあラードとかじゃないけど、ああいう硬い感じ、重たい感じは一切ないね。角煮もいっちゃいたいと思います。うまそう。うんま。うん。あ、取れない。うん。うん。卵もしみ出てうまい。ハンバーグ断面これだったら見えるかな。よいしょ。しっかりとうまそうなハンバーグに仕上がっております。止まんないんだけど、うん、うん、うまい。今日さすがにね、お肉だけで4キロちょいぐらいはあるはずなんだよね。で、他の具材も含めるともっとね、5キロ近く多分あるから、さすがにね、お腹いっぱいになっちゃうなと思ってご飯は用意してないんだけど、これご飯欲しくなるな。ちょっと失敗したな。やっぱお肉いいね、うまいわ。ちょっと待って、これあれだな、もうちょっと我慢しきれないので、この子いただきたいと思います。ちょっと角煮を。
ほろほろだ。ちょっと今回ハンバーグにソースをつけてないので、ケチャップとマスタードも見えるかな、こんな感じで。いや、うまそう。いやでもこれハンバーガーで食べたい。このパテうまいよな絶対。よっ、味玉のねこの染み具合も半端じゃなくいい感じ。あまりにもうまいんで、まあ、動画でって言われてあのね送っていただいたんだけど、ちょっとね嫁さんにも食べてもらいたいからね、夜取っとくか聞いてきます。角煮と低温チャーシュー夜食べますか？取っときます。ここかな。いいじゃん。冷蔵庫入れてきます。角煮と低温チャーシューは嫁さんの分を取り置きしておきました。ちょっとね、まあハンバーグはね冷めちゃったりするとどうしても硬くなりやすいので、これは完食したいと思います。で、ちょっとなくなっちゃったんで、2本目のこの子。いや、この部位がどうしても端っこだから油がねめっちゃ多いんだけど、重くないんだよね。てか甘っ。とにかくね油が甘い。そしたらこちらが最後の一切れでございます。ごちそうさまでした。はい、ということでね、今イノブタのフルコースを食べ終わりました。まあ今回ねハンバーグ、低温チャーシュー、角煮とね各種それぞれ料理を作ったんですけど、まあ、料理法が違えばね全然旨味も違うし、ただ油の甘さと軽さっていうのはどの料理にしてもね際立ってた。やっぱり明確に豚とはね違う旨味が確実にあって、いやめっちゃうまかった。まあ今回はねひき肉とブロック肉をいただいたんですけれども、セーフティーファームさんの方では薄切りのお肉とかももちろんございますので、ぜひねこちらのセーフティーファームさんのイノブタ興味がある方は買ってみてはいかがでしょうか。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。はい。